ジョン・アンダーソンジョン・アンダーソンはイギリスのミュージシャン、ボーカリスト、作詞家。プログレッシブロックバンドイエスの元リードボーカリスト。イギリスのアクリントン出身。父はスコットランド系、母はアイルランド系のイギリス人だった。学校を卒業し15歳から様々な職を転々とする。地元のサッカークラブチームであるアクリントン・スタンリー。 fc へ入る夢も持っていたが、165cm という小柄な体型から諦めるしかなかった。1962年にザ・ウォーリアーズに兄のトニー・アンダーソンと共にボーカリストとして加入。1967年に解散した。その後、ハンス・クリスチャンの芸名のシンガーとしてシングル版2枚を発表している。1968年に メーベル・グリアーズ・トイ・ショップに在籍していたクリス・スクワイアと出会い、意気統合した彼らは、ビルブル・フォード、ピーター・バンクス、トニー・ケイと共にイエスを結成し、1969年にデビューアルバムイエス・ファーストアルバムを発表する。1976年には初のソロアルバムサンヒロウのオリアスを発表している。1979年にリック・ウェイクマンと共に、 イエスを脱退する。その後しばらくソロ活動を行うが、1983年にイエスに復帰し、ロンリーハートが大ヒットを記録する。しかし、音楽性の違いから1988年に、またしてもバンドを脱退。1989年にはイエスのキャリア中に出会ったメンバーとアンダーソン、ブルーフォードウェイクマンハウ名義でアルバム、先行を発表している。 1990年にはアブワとイエスの合体という形でアンダーソンはイエスに復帰した。ギリシャ人のキーボード奏者、バンゲリスとの連名で共作アルバムを数枚発表し、時々ライブでも共演している。1992年にはキタローの作品に参加し、キタローと共にワールドツアーを行っている。2008年に体調不良を理由に、 イエスでのシンガーとしての活動を、バンド及びマネージメントサイドから拒否され、現在はイエスでの活動を行っていない。イエスは代理のシンガー、ベノア・ディビットを擁立して2008年以降、ライブ活動を行い、2012年には、ジョン・デイビソンに交代している。2008年に、スロバキア人作曲家のペテル・マファイジックは、ジョン・アンダーソンが歌う。 サドネス・オブ・フローイングという曲が収録された、ナマーというタイトルのアルバムを発表した。2009年には、アンダーソンとマファイジックは、ブラチスラバのトリビュート・ツー・フリーダムコンサートにて共演し、2012年には、ロンドンオリンピックの一環として、サドラーズ・ウェルズ劇場にて、ジョイントコンサートを開いた。アンダーソンは2009年以降、ソロシンガーとして、ライブ活動中。 2010年秋には、リック・ウェイクマンとの共演の英国ツアーを、プロジェクト360の名義で行い、連名のスタジオアルバムとライブアルバムを発表している。2012年には、スロバキアのシンガーソングライターミロスラフ・ザ・バーカとライブで共演した。2013年には、アイスランドのバンドトッド・モブルとライブで共演した。2014年に、バイオリニストのジャンリュック・ポンティとのバンド。 アンダーソン・ポンティバンドを結成し、活動を開始した。同年7月に、キックスターターでの同バンドへの投資募集を発表している。2016年には、スウェーデンのプログレッシブロックバンド、カイパや、ザ・フラワー・キングスのギタリストとして知られるロイネー・ストルトと、共に、アンダーソン・ストルトの名義でアルバムを発表している。2016年に、元、イエスのメンバーである、 ディック・ウェイクマン、トレバー・ラビンとアンダーソン・ラビン・ウェイクマンを結成し、ワールドツアーを開始。このバンドは、翌年4月に、イエス・フィーチャリング・アンダーソン・ラビン・ウェイクマンに、改名している。三支援ギターであるストラムスティックの奏者としても、知られている。かつて、アフリカ系イギリス人であるジェニファー・ベイカーと婚姻を、しており、二人の娘、デボラ・アンダーソン、ジェイド・アンダーソン、 息子のダミアン・アンダーソンもミュージシャンとして活動をしている。1997年にジェーン・ルーテンバーガーと再婚した。2009年にはアメリカの市民権を取得した。イエスでデビューする以前の1968年にアンダーソンはハンス・クリスチャンという芸名のソロシンガーとして2種のシングル版を発売している。ライブアルバム コンピレーションアルバム等の詳細はイエスの作品を参照。ありがとうございます。